さあ、そしてゆっくりマウンドに向かう背番号73番の姿があります。梨田正孝さんが今日のセレモニアルピッチということになります。あの第16代の近鉄バファローズの監督で2001年優勝監督、まあ、そしてこの16代にして近鉄最後の監督さんでもありました。おーノーバウンドスローで来ましたよ ね、 全然練習してないで来ました。ちょっと練習しましたね今の段階で絶対にキャッチボールしてきてますねいや今日はね朝の時点で朝っていうかね試合前の時点ではしてないって言ってたんで、多分今空いてる時間で やりましたね、ブルペンでね。投げ方でも変わんないですねああそうですね、まあ、本当にこうキャッチャーであのボールを取ってセカンドへ投げるあの姿というのはね今でも焼き付いてますけどもね。そうですね、取って早かったですし ね本当こう何よりもその取ってからのスピード、あとはその実際にこの人の肩から放たれるボールのスピードというのもね、はい、素晴らしいものがありました。まあ、2001年の北川さんの優勝の時の監督さんですもん ね、はい、そうです ね本当にもうお世話になったって言ったらね、はい、あれですけど、本当に選手に対して気遣いがすごいできる監督さんでしたね。そうですね、はい。